対リレースしております大阪の岡本先生です。よろしくお願いします。お願いします。前走は初めての G1 でしたけども、はい、振り返っていただいてどうでしょうか。そうですね、ちょっとあれ大敗したんで4日間賞金が少なくてびっくりしました。G1 はやっぱりお金がやっぱりすごいっていう。そうですね、はい。まあ、最終日はあの、まあ、2着で、まあ、2日間確定版乗りましたけども、はい、走ってみての感想はどうですか。まあそうですね、まあ、G1 選手他の G1 選手比べたら好きだらけなんで、まあ、そこをなくしていきたいですね。で、まあ、今回の競馬記念ですけども、はい、まあ、昨年初めて記念の決勝に優勝した大会になりますけども、昨年は振り返っていただくとどうだったでしょうか。そうですね、昨年はまあええ感じだったんでですね、はい今回もまずは決勝にっていう形ですかね。まあそうしたいんですけど、初日にレースなんでちょっと朝早すぎて、はい、そこだけをなんとか、はい、しないと。しっかりと勝ち上がって、はい、2日目に連れては遅い時間帯に行けるようにはい、そうしたいですね。まあ、小翔さんとの連携もあるんじゃないかなと思いますけど。そうですね、小翔さんは何しもついて前で頑張ってほしいですね分かりました、はい、では、4日間の意気込みを最後にお願いします。一戦一戦頑張ります。お願いします。